はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、なんでこのバイマのコンサルティングのスクールを受講しても稼げない人がいるんだというところね、徹底的に考えていけたらなというふうに思います。でね、僕自身もバイマのコンサルティングのスクールを運営しているんですけれども、延べ、ね、700人以上は今コンサルの生徒さん見させていただいている状況かなというふうに思います。ですし、こういったコンサルティング、このバイマのねスクール界隈の人間の一人なのでですね、こういったいろんなね情報というのはね、他のねスクール受けましたという方も含め、いろんな情報はね触れる機会が多いんですよね。こういった公式 LINE アット連絡いただいている方も多いのでですね、そんな中でこういったコンサルティングのスクールを受講したけれども結果が出ないという方だったりとか、僕自身も僕自身のスクールに入っていただいて結果出る方と結果出ない方っていうのもいたりするんですよね。まあ、そういった中でこういった自己投資をして行動していくっていうのは素晴らしいことなんだけれども、なんでその自己投資が最大化できないか、この利益を上げることができないか、稼げないか、そういう方がいるのが事実で、なぜそれが起こってしまうのかというところを徹底的に解説していけたらなというふうに思っております。改めまして、寺井大樹と申します。バイマ物販のプレイヤーとバイマ物販の先生をしております。今現在ね、下記概要欄の公式 LINE アットを登録していただいた方限定で、超有料級の寺井大樹バイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でお渡しさせていただいておりますので、ぜひそちらご覧いただけたらと思います。このね動画出るのは多分6月の後半あるいは1月の初めなのでですね、7月限定のかプレゼント皆さんにお渡しさせていただけたらなと思いますので、マニュアル希望というところで、さっきの初心者入門マニュアルと、あとは7月限定のプレゼント、これに関してはバイマの売り上げを伸ばしていくテクニック、こちらにお話しさせていただけたらなと思いますので、下記概要欄に公式 LINE アットからテクニックと送っていただけたらというふうに思います。はい、ということでね、早速本題の方入っていけたらなと思うんですけれども、コンサルティングを受けてこういった結果が出ないっていうところなんですが、まずは手法的な問題ですよね。薄利多売、こういったタイプのコンサルっていうのは正直ね稼げないです。これはもうみんな気づいた方がよくて、結局だって自分がいいな、これ売れるなって商品を見つけたとしても、最安値で出品していくことができなければ、自分のバリューっていうか価値っていうのは失われていくんですよね。自分と同じ仕入れ先を誰かが見つけて、いや、これこんぐらい仕入れられるじゃん。で、自分が例えば1万円出してた。ライバルが9900円で出したら、もうライバルに負けちゃうんですよね。そういったブランドを扱っているっていうのが非常に問題で、そういった手法を取り入れざるを得ないということにつながってきてしまうんですよね。具体的にはプチプラだったりとか、ミドルブランドだったりとか、そういった商品を扱っているようなスクールっていうのは、やっぱこういったね、薄利多売をもう助長してしまうようなね、薄利多売ありきで進んでいくざるを得ないので、1回目取れた利益っていうのは1000円だった。でも次は値下げしたから800円、その時値下げしたから600円、最終的にも数百円ぐらいしか取れないみたいなね、そんな手法に陥ってしまいますので、そういったブランドを扱っていくこと自体がバイマでは結構ね、劣等者に飛び込んでるようなもんかなというふうに思っております。はい、こういったね、薄利多売系のスクールに入っていて、やっぱ稼げませんでしたとか、あとは利益売上が立ったんだけれども、やっぱそれこそ文字通り薄利多売で、たくさん労働して初めてこの利益を上げることができた。具体的には1個あたり200円ぐらいの利益のもので、20万円稼ぎたいってなったら、1000件売らなきゃいけないんだよね。それがちょっと私には無理ですというところで、まあ、ハイブランドというところで僕自身はバイマの運営してるんですけども、そういう手法にシフトしていきたいというご相談は非常にね多く受けるというような状況であります。なのでぶっちゃけもう薄利多売やめましょうということを伝えたいです。はい、次、まあいろんなスクールがあるんですけれども、これどことは言わないんですけど、まあグループコンサルなんですよね。で、グループコンサル でグループのその先輩が後輩に教えるみたいな、アウトプット大事ですよ、自分が教わったことは誰かに教えることで、これ自分も知識ついてきますよみたいな、そういった歌い文句の中で、先輩が後輩に教えるみたいな、そして知識実績があるとされるこの講師たちっていうのはもう全然出てこないみたいな、で、このね、運営責任者も全然出てこない、通話もできない、その人の言葉聞けないみたいな、そんなスクールっていうのもあります。で、そういうのに限ってね、なんか女性限定とか言ってね、まあ、みんなでワイワイやりながら頑張りましょうみたいな感じで言ったりするんですけども、結局それって意味あるのって思っちゃうんですよね。結局それってなんか始めやすいような環境に一見見えるけれども、始めてみたらもう全然そのノウハウっていうのはスカスカだし、実際に教えてくれる人っていうのもしっかりと実績を長い期間出しているっていう講師ではなくて、こういったまあ
走りたてのちょっと上の先輩から教わるっていうことなんですよね。でその先輩が教えるにあたっては、その教えるクオリティというのはどうなのっていうところもね、疑問がありますよね。というのはコンサルタントっていうのはなんでコンサルタントかっていうと、やっぱコミュニケーション、こういった伝える力があるっていうことだったりとか、あるいは長くたくさんの事例を知っているっていうことがやっぱ価値があるんですよね。こういったコンサルだったりスクールを受ける意味としては、それがやっぱ先輩っていう、そういった数ヶ月先を言っているっていう、ただその存在から教わるっていうのは、この今の2点が保証されてるかっていうと保証されてないんですよね。まあ、別にそれでもいいよっていうんだったら別にどうぞ入っていただけたらと思うんですけども、まあ、女性限定とかね、始めやすいとかね、みんなでワイワイしながらみたいな、で全然いいかなと思うんですけれども、でもやっぱ皆さん違いますよね。結果出したいんですよね。自分自身が収入軸を立てて3ヶ月30万だったりとか、6ヶ月で100万だったりとか、そういった収入軸を立てて自分の今の本業プラスアルファの軸として、やっぱり自分の経済的な安心感を得たいだったりとか、あるいは脱サラしたいとか、そういうところを目指してるんですよね。そこでなんかワイワイする企業仲間だったりとか、横のつながりを見つけたいわけじゃないんですよね。あくまで自分ですよね。そういう中では何が大切なのかっていうのをしっかりとね、自分に問いかけるとともにね、自分が本当に何が必要かっていうところをね、しっかり考えて、そのニーズを満たせることができるような自己投資がね、できたら一番いいんじゃないかなというふうに思います。とは言ってもね、僕のスクールがじゃあ絶対に入ったらみんな稼げるのかっていうと稼げないです。それはみんなの頑張りによりますし、みんながどれぐらいバイマにコミットできるかというところによります。まあ、僕のスクールに入って例えば6ヶ月コンサルティングを受けて受講していただいた、それで受講6ヶ月後利益としてこの6ヶ月間全く稼げなかった、0円だったっていうケースあります。もちろんですよね。だってやんなかったら稼げないですもん。だってこうやって学習塾とかでも結局教えさせていただくけれども、やっぱ実習の時間だったりとか、自分でやっぱ行動する時間っていうのはめちゃめちゃ大事じゃないですか。それをやらずして、やっぱ1週間に1回コンサル僕させていただいておりますけれども、そういう中でやっぱ分かりました、1週間やります、こういった外注さん用のマニュアル作って、クラウドワークスランサーでこれぐらい募集をして、こういう文章でやっていく、分かりました、1週間のカリキュラム整いました、で1週間後、すいません、もう忙しくて何もできませんでしたとか、すいませんちょっとサボっちゃいましたとか、あるいはもうちょっとバイマ自分に合わなそうなんでやめますとか、そう言ってくれるんだったらまだしも、もう本当音信不通になっちゃったりとか、そういうケースもあったりしますので、それに関してはね、やっぱりこういった自分のコミットするということができなかったんだろうということになりますよね。それはもうなんですかね、もう楽に稼げると思っていたっていうところから原因があるのかなというふうな部分も多分にあるかなと思いますし、あるいはちょっと他の物販とか他のビジネス、隣の芝が青く見えたりとか、そういうケースでそっちに流れていっちゃったとか、まあ、バイマやめちゃったみたいな、そんなケースもあるかなというふうに思います。ただもう伝えておきたいのは、楽して稼げる方法っていうのはないので、もうそれに踊らせられているうちはもう情弱として、もうみんなはこういったお金を巻き上げられるだけなのかなというふうに思います。いい投資あるよ、 AI ツール使っていけば無限に稼げますよ、この魔法の赤いボタンをコンサルティングスクール入っていただくとお渡ししますよ、でこの赤いボタンを押していくと毎月20万ずつ振り込まれていきますよ、こういう情報にねずっと騙されていくだけになってしまうかなというふうに思います。でそれにまあ夢を見て当たるかなっていうふうに行動していくのは全然いいかなと思うんですけども、 Amazon するにしても eBay やるにしても動画編集やるにしてもバイマやるにしても、やっぱコミットって大事ですよね。僕自身も今でこそアシスタント外注化して1日平均1時間2時間ぐらいで月収でまあ100万円前後ぐらい営業利益ですね、バイマで出てますけれども、そこに至るまではやっぱりね、僕も YouTube ライブとかで言うんですけども、結構やっぱバイマのコンサル受けた時代って青春だったよねとか、バイマコンサル受けた時代ってすごいやっぱコミットしてたよねとか、そういうね話もさせていただくわけなんですが、まあ、そういう時期っていうのがあります、どの物販ビジネスをやるにしても。なのでね、そういった時間を確保するっていうことは非常に大事で、あとはもうこれを決めたらやり抜いていくっていうのも非常に大事なので、皆さんもね、今コンサル始めた方っていうのは僕のスクールだけに関わらず、そういったところね、もう今は自分は青春時代なんだと、第二の自分の人生の序章なんだと、第二の人生はこれから始まっていくんだっていうね、思いを胸にね、ワクワクして、で日々できるようになったことっていうのをもう本当自分で噛み締めて頑張っていっていただけたらなというふうに思います。でね、本当頑張っていけばバイマって人生変えることできると思います。3ヶ月で20万30万だったりとか、6ヶ月で100万だったりとか、これぐらい目指していけるんですよね。3ヶ月で会社員と同じぐらいの給料、これがあったとしたら、まあ贅沢な暮らしはできないかもしれないけれども、やっぱり脱サラできていくじゃないですか。あるいは6ヶ月で100万目指すことができたら、もう確固たる収入の軸で
ですよね。それをスケールしても会社法人化立てて脱サラもそれこそできていったりするじゃないですか。それがねバイマにはあるし、本当にね今コンサルとかを受けて始めていった皆さん、そしてこれから始めていく皆さんのことは心から応援していくし、こういった YouTube ライブでは結構こういったねあのマインド高めたりしてますけども、こういった動画でも高めていけたらなと思っておりますので、ぜひ皆さんの夢、皆さんの目標、皆さんのいい人生、いい未来、自分の理想の姿を叶えるために頑張っていきましょう。ということでね、今回ね最後は熱い内容になったかなと思いますけれども、コンサルを受けてもなんで稼げない人がいるのかなというところをね僕なりに考察させていただきました。そしてちょっと励ましのお話というところも最後させていただけたかなと思いますので、ちょっとでもね参考になっていただけたらなと思います。というような形で、こういったバイマ関連だったりとか、まあ、ビジネスのお話も含め、僕の YouTube ではお話しさせていただいておりますので、ビジネスで成功したい、バイマで稼いでいきたい、あるいはこうやって何かにチャレンジしたいんだけど、マインドを高めていきたいみたいな、そんな方はね、ぜひチャンネル登録とコメント、あとはね、この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタンを押していただけたらと思います。あとね、コメントって最後、今ね、ワード出たんですけども、ちょっとね、この動画見て最後やる気上がっていただけた人がいたら、ちょっと今の思いなんかもね、書いていただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、本日の動画はこちらで以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。